はい、またね、ツタヤで折りパカってきております。なんだっけ、初春福ガチャっていうのがあって、200円です。1回200円で、大当たりがカブトリアルクーブが不調変造のナシク、クロシクかな、で、ウィズと 5000GT かがあったんで、200円で買ってきてます。で、息子レン君があれだね、お年玉もらって絶好調、ちょっと調子に乗ってて、1000円了解して5個買ったんですよね。で、5個買って、このお店って分かりやすくて引き際が分かるんですね。 おすすめ品って書いてあるのが出たら当たりですよっていう感じなので、で息子の年間は5個やって出なかったんで、大体6か7回回すとおすすめ品が出るような感じなんですよね、そこの店は。なので私は追加2回引いてます。でおすすめ品が出たのでやめました。で全部7回ですね。1400円使ってちゃう。もうおすすめ品はね、まあ、最後に回すとして、ハズレから見ていこうか。まあハズレですよね。おすすめ品って書いてない時点でこのお店ハズレなんで。でもちろんこの白い箱はね、後で返してきます。よいしょ。確かに5枚入ってて、1個は、1つは、キラーですよって。キラーだね。あれどうなってる。ここかのチェス、はい、ドラゴンリロード、まあちょっとお安めのシングルですよね。義経、はい。で、これが1枚あるというキラカード、こちら、ペリルドッター、あのミステリーパックですね。ミステリーパック、あオリパの外れ枠、大体ミステリーパックかゴールデンベストも最近使われないのかな。あの確かにキラーだからね、文句は言えないけど、ミステリーパックはちょっと勘弁してほしいな。ドラギアのとこに、はい、よいしょ。次もこれ、まあハズレですよね。こうか、こう見たらいいのかな、はい。五射ギガンと、クラゲトラさん、あ、重装者社員にエッジスパークはいいんじゃない、いいんじゃないって、もう我が家には相当あるんですけどね、はい。で、これ、もう見ていいのお父さんね。はい。よいしょ。ロジックサク。まあ、悪くないですよね。悪くないけど、またミステリーパックからだよ。はい。ミステリーパックから多いね。ミステリーパックね、この間ね、なんだ、いくらだっけ ?2000 円切ってたからね。私たちあれほぼほぼ定価で買ってますからね。はい、次、あ、こうこれあたりかな。やポリスはオマール、はい、ガンバジーね、フンヌフンヌってどうだろう、お家に何枚あるかな。はい、でこちらがキラカードらしいです。マグマ地獄と地獄スクバッパは、まあ、悪くないっていうか、全然ね、あの能力的に強いんですけど、なんせストレージの常連さんですね。今あの20円とか30円で売ってるね、はい。200円でこれはまあそんなもんなのかな当たりが200円ガチャの割にはいいので。いやでもね、福ガチャっていうぐらいだから、ちょっと外れでも遊び心が欲しいかな。で、よいしょ。これは、ドンパチおじさん。お、悪くないね。アナゴな、さっきのか。波乗りザブングル、一時期使えるかなと思ってやってたんですけどね。スピードアタックは元クリーチャーバトルゾーンにタップして出るなんで、ゴゴゴブランドのデッキと当たったら、全然ね、ゴゴブランドデッキは機能しなくなるっていうね。またフンヌだ。フンヌってわかる？コナンで教えたよね。そう、めっちゃ怒ってるっていう。これがキラカード。はい。うん、さっきもいたね。はい、今んとこ3枚。ミステリーパックからだ。で、準備じゃなくてよかった。はい。よいしょ。
ここまで、レン君が買った分ですね。あ、これが当たりじゃない、キラだね。リベロルのハーネルのポリン、はい、自宅、はい、オリパーでよく見る人たちですね。でよいしょ。うん、またミステリーパックから来てるね。おい、ミステリーパック率高くない？すっげえ。で、こちら私が買った分かな、確か。あれ、開け方間違っちゃった。よいしょ。こっち、あ、こっちからね。はい、イートララッタ、バードマン、リーエのギター、アールフリート、これもシュートリガーのブロッカーなんでね、もう使おうと思えばっていう感じですけど、我が家にはいっぱいあるからいらないかな、これじゃ。で、よっ、エルビン、またミステリーパックからだ。今、6パック開けて、6パック開けて、5枚キラカード確定のキラカードの5枚はミステリーバッグです。で、これおすすめ品って書いてあるんで当たりが出るだろうと、はい、大当たり小当たりみたいな感じでね書いてあったんで、小当たりだったらねちょっときついよな。7パック1400円。ん、あ、どうなってこっち、あ、2枚裏返しになってるよ。あとで見ようか。ウンガーバイ、ホッチキス、ニプロハ、はい、え、2枚両方とも当たりっていうことないよね。こっちから行こうか、はい、いや普通だし、ミサイルジェット普通だね、はい。あ、じゃあこれが当たりかな、めくる、ちょっと待って、ね、いいよ、丁寧にね、丁寧に当たりだからね、丁寧に。トゥルトゥル人、おい、おお、流祖の調べウィズ、ホーリースパークを持っている、インパクトカードですね。これ、当たりか。当たりリスト、大当たりの方に買ったね。これ今600円、900円、600円から900円ぐらいするのかな、確か。おお、ああ、よかったね。うん、でも、どうだろう。一旦整理してみます。はい、福ガチャという名前の200円のガチャオリパを、おすすめ品が出るまで7回引いた結果がこちらですね、1400円分でこちらで、7パック中の5、外れの6のうちの5はミステリーパックからですね。まあね、キラカード1枚入ってますよって言ったらこれになるのかな今後、はい、まあ1枚30円、20円30円の世界だと思います。あとこちらですね、マグマ地獄と地獄スクラッパー、こちらもまあ20円30円ですね、はい。で、当たり、大当たりから出ております。ウィズ、流送調べウィズとホーリースパークのツインパクトカード、こちらが、高くて900円前後、まあ安く買えたら600円程度なので、まあね、1400円で、この内容はちょっと厳しかったかな、はい、福ガチャっていうぐらいだからね、もうちょっとこう入れてくれるとよかったんですけどね。はい、じゃあまあ今日は以上です。